水を渡る速度、泳ぎの場合。泳ぎだったらそれなりに速いんじゃね。今回は100メートルで計測してるぜ。100メートルってことは50秒くらい。さあな、ただマイクラのスティーブくんは疲れないし、もっと速いかもしれんぞ。25秒。泳ぎでこれ速くね。ボート、海を渡るときは欠かせないね。私は海の上を歩くけどな。そしてこのオールとかも謎だけど、誰かから奪ったんじゃね。スティーブくん怖いな。そしてボートは毎秒8メートルくらいだったかな。これもスティーブくんの腕力やばいな。そしてもう着いたね。13秒。イルカの行為。イルカと一緒に泳ぐと、イルカの行為っていうエフェクトがつくから、そのおかげで水での動きが速くなるぜ。じゃあこれさえあればトライデント持ちドラウンドからも簡単に逃げれるね。そしてもう着くぜ。イルカは何をしたんだ。12秒。100メートルでこの速さ、イルカの足の筋力やばいな。激流トライデント。水に触れていると使えるやつだよね。ああ、一瞬ですごい距離を移動できる。3秒。以上。ソウルスピードと激流と水中歩行さんとイルカの行為。2秒。えー